アイスドアースはアメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド、HR、HM 系の様々なジャンルにカテゴライズされることが多く、多岐にわたる音楽性を内包しているのが特徴。母国よりも欧州での支持が高く、長年ドイツのレーベルと契約している。1985年、プルガトリーというバンドで活動していたジョン・シェイファーらがフロリダ州を拠点に、 新たに原稿の名で活動を始める。初めの2枚のアルバムを発表した後、1992年から1995年の間に活動を休止していたこともある。メンバーチェンジが激しく、創設メンバーで残っているのはシェーファーのみになっている。2000年代からは、ほぼ3年後期にスタジオアルバムを発表している。最新アルバムは2017年リリースのインカーアップテーブル。 ジョン・シェーファーは2021年1月6日のアメリカ連邦議会議事堂襲撃に参加した。その様子を AFB のロベルト・シュミットが撮影。ワシントン DC 警察と FBI はこの写真をもとに情報提供を呼びかけている。これを受け、アイスドアースの他のメンバーは連名でシェーファーの行為を非難する共同声明を出した。その後、1月18日、 FBI は、ジョンの逮捕を発表。FBI インディアナポリス地方局の声明によると、ジョンは、議事堂内での暴力行為など6つの容疑がかけられており、また警察犬に対して熊撃退用のスプレーを散布したボートの中にいたとも伝えられている。これを受け、アイスドアース及びシェファーが関わる、別のバンドデーモンズウィザーズの所属レーベルである、センチュリーメディアレコードは、 これら二組をホームページから削除した。同年2月15日、スティュー・ブロックとルーク・アップルトンは、それぞれの SNS アカウントを通じて、バンドからの脱退を表明した。また、ジェイク・ドレイヤーも脱退を表明し、自身のバンドであるウィザー・フォールでの活動に専念すると宣言した。アイス・ド・アースは、様々なジャンル名に、カテゴライズされることが多い。 バンドの音楽性に関して聞かれて、ジョン・シェファーは、アイス・ドアースは、メタルバンド。これが、俺たちさ。ある時は、ピンク・フロイドのような音楽性から、スレイヤーのような音楽性にまで変わるダイナミックさを持っているし、その間にあるような音楽性のすべてをも持ち合わせているんだよ。と話している。歌詞で扱われている主なテーマは、宗教、歴史、ファンタジー、文学、 そして映画である。コンセプトアルバムもたくさん出している。ナイト・オブ・ザ・ストロムライダーが、その一作目。二作目は、ザ・ダーク・サーガで、トッド・マク・ファーレンの漫画に出てくるスポーンを題材に、している。サムシング・ウィケット・ディス・ウェイ・カムズは、サムシング・ウィケット・サーガを紹介している。ありがとうございます。